木の板はだいぶゲットできたな。ああ、ここまだ入るな。もう全部装備がダメになっちゃう。一度戻ろう。装備作らないとダメですね。畑も気になるし、いや、もっと強い武器が欲しいな。ほんとここいるぞ。これ使うか。あー、来た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 。ああ、オッケー。いや、武器、斧もダメだからな。畑壊されてそう。それで畑壊されたら絶望ですね。まあ食料は結構取れるから飢え死ぬとかはなさそうだけど、全然奥の方進めないですね。違うルートから入んなきゃ無理か。畑さえ無事だったらいいんですけど。ああ、よかったよかった。畑は無事ですね。あ、しかももう、おー、取れるぞ。あと一度こっち側入れてからだな。ああ、これで、ファイヤーしとくか。明るい。で、ここら辺入れときましょうか。すごいすごい。かなり取れましたね。これは置いといて。どうしようかな。武器を。これ、レンチとかも作りたいですけどね。これは置いとくか。で、石の斧も必要だな。あー、バンテージとかも作っとくか。はいはいはい。で、ロープも。1個作っとこう。そしてもう1個ぐらい。あ、来た。そこに2体いるな。こいつらやっちゃいましょう。燃えないこれ。あー、なんかハマってる。あー、ご飯持ってきてくれた。やだな、死体ここあんの。もう多く行ってますね。はいはいはい。おー、だいぶ手に入ったぞ。ハンガーマイナス10。こういうのって焼けんのかな。どうしよう、また。あー。かぼちゃを育てるか。で、トマト。トマトも取れてる？ああ、あったあったあった。トマト1個だけ？いいですね。で、かぼちゃを。あ？なんだこれ。アウトプットクッキング。あー、ベイクドトマトはいける。かぼちゃはダメなのか？消えたかぼちゃ。あ、これか。あ、ベイクドパンプキンもいける。で、焼こう。で、これ食べちゃう、トマト。おー。見えないな、敵が。とりあえずいい感じ。死体はそっちは置いとくか。あー、焼きかぼちゃもできましたね。これで食料はしばらくは大丈夫そうだけど、枝明日の朝集めて石斧ゲットしたいですね。あー、いけましたね、焼きかぼちゃ。よしよし。で、寝よう。寝てる？エンジンがなかなかゲットできない。
ああ、デイ4ですね。あと2日でジャッジメントナイト来ちゃう。ピックアップして持っていくか、これはこれで。枝は？ああ、怖い怖い怖い。ここにいるんですよね。こいつやっちゃおう。切りこう狙っ畑を狙ってくるってわけではないのか。ここら辺の枝拾って石斧を作っちゃいましょう。これがあればどこでもこう作れるわけですよね。これ持ってくか、やっぱりその方が安心ですよね。もし途中で壊れても、これで最低限のものは作れますもんね。これはやっぱ常に探索時は持っとこう。あ？あ？なんだ？あー！なんか来たぞ。え？すごい、世紀末仕様の車が来た。おー！なんだこれ。なんか売ってくれんのかな。その車いいな。Finally caught up with you. Now listen carefully. The Great Desert is under our control, and you must be under our protection. This means we'll come here once every 3 days to collect our payment in food. If you refuse, you'll have serious problems. やっぱトレーダーみたいな感じか。Now get to work. We need good vegetables. なるほど、野菜を納めるんだ。週に何回か来てくれんの？あ、すごいすごい。いいですね。やっぱその車両、ああ壊してった。その車両いいな。そういう車乗りたい。今回は特に買い取ってくれないのか。じゃあ野菜を納めればお金に変えてくれんのか、強制的にあれなのかな。よくわかんないけど、なるほど。面白いですね。そういう感じで来るんだ。とりあえずこれもう一個このウッドクレートを作ってもいいかもしれない。全然入らないや。これとか壊されたらほんと最悪だな。あ、ここ置けない？あれ？なんか置けない仕様になった？建物内。置けなくなってるぞ。嘘。げ、置けない仕様になったっぽいな、これ。アップデートが入った？じゃあ、ここに置くしかないってこと？嫌なんですけど、外置いとくの。貴重品入れられないな。壊される可能性ありますからね。あ、水がない。これ作ったけど厳しいな。とにかくまた、水やって探索出たいですね。で、持って帰れるようにインベントリー負けたいから、食料とかをあれするか。これ飲んじゃう。これ一度水あげて。いやー、野菜をバンバン育てないとダメそうですね。危ない危ない危ない。いや、バンバン倒してるけどかなり湧きますね、ゾンビ。食料系外にやっとく。バケツとかも外置いとくか。もう探索行かないとダメですね。なんかエンジン、やっぱあの工場みたいなとこあると思うんだけどな。
いやでもあそこの倉庫ほんと入れないですかね、ゾンビ多すぎて。最悪木の板を大量にやっぱ集めてやるしかないですよね。あ、またこれよく取れるな、チョコレートバー。あー待って、そいつはやっといた方がいいな、怖すぎる。畑とチェストは壊されそう。なんか兵隊さんのために野菜を作らなきゃいけないみたいなんで。まあ結構すぐできますもんね。それも保存しなきゃいけないし大変だぞ。あそこ倉庫入りたいな。なるべく戦わないようにして温存しながら行きましょう。ここら辺のものも解体できますもんね。右奥からちょっと入ってみるか。あっち側にはエンジンなかったんですよね。あそこから正面から行くとゾンビが多すぎて対処しきれないんで。ああいっぱいいる。ああこっち側からだったらまだそんな数多くないから行けそうですよね。こうやってどこ遠回り。ああすごいでかいな、工場みたいになってる。あポテトがある、いいですね。ポテト育てるか。ここもあるぞ。あーありそう、エンジン。あドクロマークだな。入ってみる。エンジンエンジン。ベッド、バンディットいそうだな。いっぱいいる？ブループリみたいのがある。あ、スパイククラブ。あ、作りたいな。種いっぱいあるな。野菜作りまくれってこと？こっち側閉めとく？いやー、奥まで、かなり続いてんな。これドアは開けてこれないですよね、ゾンビは。もう一体なんか入ってきてたな。エンジンはない、出た、お金。あーポテトがトイレから生えてる。それはいいんですけど、一体いるんですよね。エンジンないか。そっち側はトラックがいっぱい止まってんな。いや、そのでかいのやだ。あー、タイヤとかありますね。あ？あー、肥料か。水。飲んじゃうか。この上とかになんかありそうだな。1体ずつやっていける、これ。やった、ハマってるな、ハマるなこいつら。 OK、 上、エンジンない。いやーそっち側もゲートか、ただの。やっぱ整備工場の方なのかな。どこにも一体いるけど、スパイククラブ作りたいですね。グループリ覚えたんで。で種も結構ゲットしたからな、一度戻るか。これも一度置いてく。あーこれで板も持って帰りたいですね。あーあーすごっ、こんな壊れ方すんの。
あー、これで直せるかな。はいはいはい、あー、もう直す分だけの板ゲットしたかも。もういっぱいですよね。戻ってこう。ここで板大量に取れる。あとエンジンがあれば最高なんですけどね。ああああ、それはドラム缶か。これこういうスクラップシートあったらいいんじゃないですか。フード缶もこれ食べちゃう。スクラップメタルも欲しいですね、大量に。絶対いろんなもので使うと思うんで。あー、こういうとこに入ってんのかな。ここにいるけど、あ、肥料とか、あ、結構入ってる。ここもう入らない。全部開けられるんだ。うわ、肥料すごい量あんな。野菜は作れそう。エンジンも買えんのかな。トレーダーと交換すればエンジン買えそうな気もしてきた。種もすごいいっぱいある。ここ物資すごいな。やっぱここにありそうですけどね。もう一度よく見てみるか。普通にありそう。ないか。裏口ですもんね。あー、肥料とか、あー、もう無理だ。戻りましょうか。だいぶいろいろ取れたな。やっぱ違う、こう整備工場かな、あるとしたら。これ燃料とかって給油はできない。戻ら、あ、豚がいる。豚ちゃんがいるぞ。ピックアップ。ああ、これってピックアップできんの。どういうこと。クラブ捨ててく。豚ちゃんゲットできた。嘘、すごなんだこれ。その豚ちゃん持って帰れるんだ。家畜として飼えるってこと？ゾンビがいるぞ、いっぱい。ゾンビに食べられちゃいそう、そこれ離したら。こっち側もいるんですよね。帰るのは本当大変だな。ジャンプも一応できんのか、これ。ダッシュで。これ逃げ切れないかな。ああ、意外と逃げ切れますね。なるほど、スタミナさえあれば逃げ切れる。これこそやっぱ豚ちゃんこそフェンスが必要ですよね。畑大丈夫かな。トイレの中閉じ込めとくか、しばらくは。フェンスができるまでトイレに。ああ、外出ちゃった。ああよかったよかった、まだ残ってますな。いけるいける。あ、豚ちゃんそこいるけど、この中で飼えないかな。ちょっと待ってて。
よし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 、いいんじゃないですか。仕方ない、放し飼いで置いとくしかないな。餌とかあげられないの。これ直しましょうか。これでリペア。おお、できたできた。あー、これでフェンスとか家が作れる。はいはい、来た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 、ファーミングフェンス来た。あー、これ豚ちゃんもいけますね。ディフェンスウォールとか家も欲しいな。なるほど、これで拠点が作れる。あー、でスパイクもありますね。はいはい、来た来た来た。いや、物資相当必要だな。フェンス必要だな。ジャッジメントデーまで間に合うかな。意外と必要なんですよね、いろいろと。お腹はやっぱそんなに減ってないんで、売るようですね。やっぱここら辺に家を建ててやんないと、あの水辺近くが一番いいかも。こっちだと水辺までが遠いですもんね。あっち側に家作ってってもいいかもしれないですね。なるほど、分かってきた。豚ちゃんも来たし、うん、だんだんやれること増えてきましたね。まあ、ちょっとこの調子で頑張ってきましょう。